爪研ぎがボロボロにでもなったにゃ。爪研ぎはとっくの昔にボロボロにゃ。猫用おもちゃを壊したにゃ。3年前に壊したの、まだ買い替えてもらってないにゃ。恐るべし北条の女主人の福利厚生。で、結局何が底辺にゃ。白髪頭がマリモを倒したらしいにゃ。にゃに、ウサギってマリモ食うんだにゃ。そうにゃ。切って燃やして最後まで美味しくいただいたそうにゃ。ああ、そうやって少年のお尻は大人になっていくんだにゃ。次回、断町小町で日が暮れて。第6話、白ウサギの足と書いてラビットフット。ハクトの足と書いてラビットフット。さあ休憩時間にゃ。仕事してるの見たことないにゃ。